皆さんこんにちは。私、一般社団法人未来の大人応援プロジェクトの赤村と申します。情報の活用能力の育成ということでグラフを読み解こう。データからどういうことが言えるのか、本当は何なのか。皆さん最近よく見るデータなんですが、5月2日の厚生労働省発表のデータになります。さて、グラフを見るときに一番大事なのはしっかり見ていくということが大事になります。例えばこのデータは何なのか、ここにテーマが書いてありますね。感染者数の推移、 PCR 検査陽性者数、日本のというふうになります。そしてこの緑とグレー、この棒グラフがありますが、その棒グラフ、まず棒グラフは何を表しているのか。症状があるケースがグリーン、そして感染はしているが症状がないケース、無症状はイエローが真ん中になります。そして症状の有無を確認中のケースはグレーで表示しています。すべて検査陽性者数の数になっています。さて、このグラフを見るときに大事なのは縦軸、横軸、それが何を表しているかということが大事なんです。さて、縦軸には0、100、200、300、400、500、600、700、800となっています。これは人数を表しています。その人数をこの棒グラフの高さで表しているわけです。そして横軸ですが、横軸は3/14、3/19、3/24、4/28とかあります。これは3月14日日にちを表すわけです。1日ごとの変化を棒グラフに表しています。よくこのグラフの中に何が見えるかを考えながらやっていくことが大事です。それでは縦軸はこの数は人数、そして横軸は日数という月日という形になる1日ごとの変化を見ていきます。グラフの変化に、注意をしながら見ていきたいと思います。その前に復習をしておきますと、縦軸、横軸、そしてコロナウイルスの感染者数、そして日本の国のデータだということがあります。さて、これらのデータですが、100以下のところでこうなってずっと棒グラフが伸びていきます。そして棒グラフが少し沈んで少し沈んで、スーッとこのように傾きが今度はこんな感じに下がっていっています。これらのデータをずっとこう読み解くと、最初はこんな感じで急に上がっているということは増えているということですね。そして少し下がって少し下がって、だんだんとこのような形に下がってきているということになります。さて、皆さんに考えていただきたいことは、これからこのグラフがどのように変わっていくかです。上がっていくのか、まっすぐになるのか、そして下がっていくのか、それを考えてほしいと思います。我々の日常と合わせながら、自分たちがこのグラフを変えることができると思います。どうすればいいのかということも考えてほしいと思います。それでは次に、私たちのできること、考えるヒントを挙げたいと思います。谷間が、ところどころ谷間が発生している原因は何だろうか。そして変化を全体的に見ていこう。私たちの生活、先ほども言いましたが、私たちの生活、私たちの行動と関連づけてみる。そして違う形式のグラフも比較しよう。そしてそれらを自分の意見だけじゃなくて他の人の意見も聞いてみよう。今だったら家族に意見を聞くということも大事だと思います。これらを参考に
自分たちはこのグラフから何を読み解いて将来はどうなるなのだろうか予測する、そして意見を持って自分たちはどう行動するかを考えてほしいと思います。今から違う形式のグラフも比較しますが、このグラフではこうだったけど同じデータを使って違うグラフも見てみます。そうなるとどうなるのか、そこを考えてほしいと思います。ここからは同じく一般社団法人未来の大人応援プロジェクトの中澤仁が、次のグラフをご紹介します。こちらのグラフをご覧ください。こちらのグラフも先ほどと同じようにコロナウイルスの感染者数の推移のグラフになっています。同じく、縦軸と横軸を見ていきますと、縦軸も人数、横軸も日付のグラフになっています。ただ一つ先ほどのグラフと異なるのは右肩上がりに上がっています。これはどういうことかというと感染者数の累計のグラフになっています。累計のグラフですので毎日の感染者数を足し算したグラフになっています。同じコロナウイルスの感染者数のグラフですけども、このグラフを見ると毎日こう増えているような印象を受けますが、実際は先ほどのグラフのようなデコボコしたグラフになっていて、こういった累計のグラフにするとまた印象が変わってきます。なので同じウイルス感染者数のグラフでも使うグラフによってかなり印象が変わってきますので、そういった点についても分析する必要があります。また他の国のグラフについても比べると、ここの数字が他の国ですと多かったりもするので、この右肩上がりの角度が全体的に見ると傾斜がこう少なかったり、そういった比較する対象によっても与える印象が変わってきますので、皆さんこれからさまざま、このコロナウイルスだけに限らずさまざまなデータを見ることがあると思いますので、そういった点に注意して見てみるといいかもしれません。そして最後に皆さんへのメッセージですが、先ほどグラフを紹介しましたけども、このグラフの将来の傾きを決めるのは私たち皆さん一人一人の行動にかかっているのですとあります。これからの皆さんの生活によってこのグラフがどう変わるのか、皆さんで考え行動していければいいかなと思います。以上で終わります。ありがとうございました。